分ってやっぱ必要なんだな。なんか頭が急にピシャンってなった。ブラシーボって何？聞いたことあるぺこだな。ブラシーボって何？思い込みってこと？ねえ、思い込みってやめてくんない？ぺこちゃんはちゃんと実体験してるんだからさ、思い込みとかで勝手に決めつけないでよ。ブラシーボとか言って、なに、あたし普通に思い込みって言えばいいじゃん。なにちょっとかっこよくブラシーボ、ブラシーボ言って。ペコちゃんにはちゃんとさ、おばあちゃんみたいに伝えじゃん。思い込みって言え、ペコで思い込みって。そうなん？ブラシーボもうさ、ブーボーブーボー読めねえ。ペコなのちっちゃいの YouTube のコメント欄はさ、恥かかせようとしてたでしょ、ペコーラに。これあれだ、うわ、ペコーラ今フラッシュバック来た。過去のこと思い出しちゃった。フラッシュバック来た、今の。過去のあの、読み間違えとかのさっき話したことについてのがフラッシュバック来て、心に傷を負ったペコだ、今。うっって。思い出させられた。プププププって。もうさ、このプラシーボもブラシーボもさ、思い込みって書いてくれれば誰もさ、傷つくことはなかったんだよ。あんたたちさ、あんたたちの言葉で傷ついた人が出ちゃったの。思い込みってれば誰しもが傷つかなかった。ペコちゃんが傷ついちゃったじゃん。なんとかかんとか大好き、なんとかかんとか大好き、なんとかかんとか、なんとか、なんとかのカービィ、はーい。